女とは、おつな女のことです。三輪明宏。乙女トライアル始まります。皆様こんにちは、女優の有本ひとみです。さて、この番組乙女トライアルは、我々若手女優がいろんなことにトライアル挑戦していく番組です。そして番組オープニングで三輪明宏さんの著書、乙女の教室、乙女とはおつな女のことですを引用させていただきましたが、三輪明宏さんは一般的に考えられている乙女というよりはおつな女、いい女と書かれています。ですので、この番組を通して少しでもおつな女になれるよう頑張っていきたいと思っています。そして先月後半の放送をお聞きいただいた、もしくはリメイクラジオをご覧いただきました皆さんはお分かりかと思いますが、実は前回ゲストに来てくれた同じ事務所の林若菜ちゃんがレギュラーパーソナリティをやりたいなということから、番組本番中にプロデューサーさんに公開でオファーしたところご快諾いただきまして、なんと今回から若菜ちゃん、私の横に座ってくれてます。林若菜です。皆さん初めまして、そしてお久しぶりです。今回からレギュラーパーソナリティとしてひとみさんと頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速ですが、若菜ちゃん、ラジオをお聞きの方、リメイクラジオをご覧の方に簡単なプロフィール紹介をお願いします。私、林若菜は京都府出身の現在26歳です。普段はタレントランナーとしてドラマや映画の現場に参加させていただきながら、走る練習をコツコツと行って、各大会に少しずつですが出させていただいております。趣味はカメラや散歩、ランニングです。よろしくお願いいたします。そして林若菜ちゃんと番組を進めてまいります。改めまして、有本ひとみです。普段は女優としてドラマや映画に参加出演させていただいております。趣味は韓国ドラマ鑑賞と御朱印巡り、そしてスイーツ作りです。こんなお二人で頑張っていきますので、皆さん今お聞きの番組乙女トライアル、なお一層のご愛顧お願いいたします。どうぞよろしくお願い申し上げます。そしてここでもう一つ大事なことをお伝えしておきます。今お聞きのこの番組乙女トライアルは、番組収録時に映像も撮影いただいておりまして、そちらの映像を再編集して放送を約10日程度で YouTube にアップしていただきます。このシステムは実はうちの事務所プラスボックスのオリジナルシステムで、リメイクラジオと呼んでおります。ぜひ YouTube で乙女トライアルで検索していただきましたら嬉しいです。それでは大変お待たせいたしました。今回の乙女トライアル、まず初めのコーナーはマンスリートライアルのコーナー。さて、このコーナーは私、有本ひとみと林若菜ちゃんがこの1ヶ月、いろんな現場に参加出演させていただく機会を頂戴し、まさにトライアル、挑戦、試みをさせていただいた内容についてお話しさせていただくコーナーです。ただ我々の業界ルールとして、まだ具体的な内容とタイミング的にお話しできない、いわゆる守秘義務がありますので、あらかじめご了承ください。それでは早速先月の活動についてリポートさせていただきます。まず私、林若菜なんですけれども、はい、毎週木曜日夜9時からテレビ朝日にて放送中のドラマの現場に参加させていただきました。こちらがですね、ジムの客役として参加させていただいたんですけれども、はい、メインキャストの近くでですね、あのランニングマシンで走る姿をですね、放送されたあのもので実際に確認しまして、はい、あの自分がこう映ってるのを拝見して、はあ、ありがたいなというのを、はい、実感しました、はい、続いてですね、毎週月曜日から木曜日の夜24時から放送中の、あるドラマの現場にですね参加させていただきまして、はい、こちらがあの遊園地の客役として行かせていただいたんですけれども、はい、遊園地での撮影っていうのが初めてでして、そうですね、はい、であのやっぱりこう時間、朝早くから撮影はあるんですけれども、うん、午前中からその人がこうにぎわって、一般のお客さんがこうにぎわっていらっしゃって、はい、あの撮影スタッフの方が本当に大変そうなあの間近で見まして、あ、ドラマ一本の撮影っていうのは本当にいろんなシーンがあって大変だなというのをあの実感しました。
続きまして、まだ守秘義務の関係でお伝えはできないんですけれども、はい、初めて、あるドラマでですね、今レギュラー のエキストラというか現場を参加させていただいておりまして、はい、なのでこちらがですね、はい、告知でき お知らせできる時が来ましたらですね、はい、こちらのラジオでもお伝えできるように頑張っていきたいと思っております。はい、楽しみにしてます。続いて毎週日曜日の夜9時から日曜劇場で放送中のドラマに避難民役として参加させていただきまして、はい、もうすごいこう大人数の現場だったので、本当に避難民っていうのは一度も経験したことがないんですけれども、もう緊張感あふれる現場ですごく学びが深かったです。はい、でタレントランナーの面でですね、第53回季節の荒川ハーフマラソンに10月3日、出場させていただきまして、1時間34分17秒で優勝することができました。優勝、はい、ありがとうございます。おめでとうございます。で、ミクさん、事務所の先輩のミクさんも参加されているワークショップにですね、参加させていただきまして、こちらもとても貴重な機会をいただいて学ばせていただきました。はい、はい、では続きまして有本ひとみがリポートさせていただきます。まずある、化粧品メーカーのウェブ動画の撮影現場に参加させていただきました。こちらではスタンドインというものを担当させていただいたんですが、こう初めて外でのスタンドインとして参加させていただいて、新しい経験をさせていただけたなと思いました。で続きまして、若菜ちゃんと同じく毎週月曜日から木曜日まで放送されておりますドラマの現場に、通行人そして高校生役で参加させていただきました。さらにですね、毎週金曜夜10時から TBS で放送されておりますドラマの現場に参加させていただき、先月放送もございました、なんとこちらではですね、主演の吉高由里子さんの、同級生役という役どころで参加させていただいて、まさかそんな貴重なお役を私にいただけるとは思ってもなかったですし、放送を見た、両親からも連絡があって喜んでいただけたのですごく嬉しかったです。続いて毎週木曜夜9時から、テレビ朝日で放送されておりますドラマの現場に外回り看護師、看護師、病院職員、記者、患者という役で参加させていただきました。本当にたくさん役どころいただいていたんですが、特にこの外回り看護師という時は初めて、オペ室でのシーンの撮影に参加させていただいて、こうやって手術のシーンは撮るんだっていうね、改めてこう現場で学ぶことが多くありました。続いて毎週水曜夜10時から TBS で放送されておりますドラマの現場に参加させていただきまして、またさらに同じく、毎週火曜夜10時から TBS で放送されておりますドラマの現場にも参加させていただきました。さらにですね、またまた、TBS でいつか放送されるドラマの現場にも参加させていただきまして、こちらでは、看護学生という役どころだったんですけれども、すごく寒い日の撮影だったんですが、季節設定が夏だったので、こう半袖を着てっていう形だったの、本当に寒い中での撮影だったんですけど、しっかり、ちゃんと緊張感を持ってですね、最後まで参加させていただきました。また情報が出ましたらお伝えできればなと思っております。そして事務所の先輩佐藤美久さんがやってらっしゃいますゲーム生配信番組佐藤美とのミート塩ミート塩に、何度かゲスト出演させていただいております。こちらは東京ドリームテレビさんの YouTube チャンネルで、アーカイブを残していただいておりますので、ぜひご覧いただければなと思います。さらに毎月ですね、事務所の方で開催していただいております、こちらは、若菜ちゃんも参加しておりますワークショップで、次回ですね、制作作品の、メインキャストのオーディションもございまして、また、詳しくお伝えできる時になったら皆さんにもお伝えしたいと思っておりますので、お楽しみにお待ちください。ということで、10月もね、たくさん現場にも私自身も行きましたし、まこなちゃんもたくさん現場行ってどうでした？いやー、もう本当に常に学びがどんどん広がる感覚ですね。そうだよね、まあ、月ごとに全然違うけど、それぞれいろんな学ぶことがあるっていう感じだった。はい、はい、ということで、また次回もですね、しっかり皆さんにお伝えできればなと思っております。以上、マンスリートライアルのコーナーでした。勝手に日々露呈の
コーナー。続いてのコーナーは勝手にヘビロテ。このコーナーは私有本ひとみが気になる曲、思い出の曲、話題曲等をセレクトさせていただき、番組内でヘビーローテーションとして毎月2回放送ともかけさせていただこうというコーナーでしたが、今月から、若菜ちゃんが仲間入りしてくれたんで、毎月順番にお互いのヘビローテを紹介させていただきたいと思います。それでは今月は若菜ちゃんお願いします。かしこまりました。それでは早速今回の楽曲は合唱曲のコスモスですね、はいはい、でこちらまあ合唱コンクールなどではおなじみかと思いますが、はい、まあ、秋の花にちなんでコスモスを聴いてみたところ、はい、歌詞がもう本当に深いなということで感動しまして、はい、皆様にもですね、ぜひ歌詞に注目して、はい、お聴きいただければなと思います、はい、スイーツトライアル。さてこのコーナーでは我々独自のリサーチと研究により簡単に作れると思われるレシピを収録前に実際に作った様子とともにリポートしていこうというコーナーです。そして毎回ご紹介させていただいたスイーツは我々2人のインスタグラムと SNS で放送前にアップさせていただきますので、ぜひ皆さん有本ひとみと林若菜のインスタグラムをチェックとともにフォローよろしくお願いいたします。では今回は若菜ちゃんリポートよろしく。はい、今回注目した挑戦したスイーツなんですけれども、はい、スイートポテトですね。はい、はい、秋も深まり、さつまいもの美味しい季節というのと、あと肌寒い季節になってきたので、そうだね、温かいお茶とともにですね、はい、リラックスしたいなと思って、はい、作らせていただきました。はい、ではまず材料なんですけれども、はい、スイートポテト5個から6個分の説明ですね、はい、まずさつまいも中サイズ1本、バターまたはマーガリンを 10g、 砂糖 20g、 牛乳 20g、 塩少々、卵黄は艶出しとして3分の1程度ですね、はい、そして作り方なんですけれども、はい、さつまいもは、皮を剥き輪切りにして水に3分さらします、はい、次に耐熱皿に入れてラップをかけてレンジで柔らかくなるまでチンします、うん、そして柔らかくなったさつまいもをマッシャーでよく潰します、はい、潰したさつまいもが熱いうちにバター、砂糖、塩を加えてよく潰し、牛乳は形成できるくらいの滑らかさになるまで少しずつ加えます。はい。はい、続いて形をですね、そのスイートポテトの形を作り、はい、アルミカップに乗せて表面に艶出しの卵黄を塗ります。はい。最後にですね、トースターで、まあ、皆様はトースターいろいろな種類があるので、うん、はい、何分っていうわけではないんですけれども、はい、トースターで焼き色がついたら完成という形ですね、うん、まあ、こちらトースターと書いて読んでるんですけれども、うん、オーブンでも 1000W で、はい、5分から10分くらい様子を見ながら焼いていただけるといいと思います。はい、トースターはあれだよね、みんなそれぞれ使ってるものが違うから、はい、こう時間とかも限定して言えないけど、そうですね、ね、はい、焼き色がついたらいいぐらいかなっていう形で、はい、はい、ありがとうございます、はい、ということで、はい、作ってみてなんですけれども、うん、本当にホクホクとした自然なさつまいもの甘みを感じられるスイーツポテトです、でしたね、はい、で時短でやっぱり栄養も取れるので、うん、おすすめです。そうだね、食物繊維たっぷりってよく聞くしね、はい、体にもいいということですね、はい、はい、特に冬場は根菜が体を温めてくれる要素もあるので、うん、気分転換に作ってみてはいかがでしょうか。そう、ね、ちょうど本当今が旬の季節ですもんね、はい、そうですよね。いや、スイートポテト私も大好きだから、はい、ちょっとめっちゃチャレンジしてみようかなって思いました。ぜひぜひ思った。はい、ちなみに若菜ちゃんは今までも作ったことはあるの？はい、私実際考えてみた時に、うん、小学校の家庭科実習の授業以来だったんですよね。そうなんだ、はい、なので本当に久しぶりに、はい、作ってみて自分で作って、うん、すごい美味しかったです、はい、
結構こうクリーミーな感じなの、それともなんか本当にさつまいもホクホクっていう感じの方が強いかった？あのホクホク感が強かったですね。もう本当に素朴な、いや安心する美味しさホッとする感じの、あそうですそうです、本当にそうでした。そうなんだ、はい、いいねこれ、私も作ってみよう本当に。ちょっとぜひ感想を聞かせてください。本当作ってみるわ、はい、でもこの根菜が体を温めてくれるっていうのは本当にいいよね。なんか今のからの季節だったらすごく寒くなってきますし、はい、やっぱお手軽にお手軽にお手頃に作れる、はい、材料も少ないですね、はい、やっぱりスイートポテトとかっていうのはやっぱり野菜で作られるスイーツなんで、もうスイーツだけど体にいいっていうのが前提にある気がして、確かになんか食べてみても全然、うん、なんていうんですかね、こうあ食べちゃったとかそういうのもないと思うんで、罪悪感がないっていうかね、そうですね、そんな感じだよね、はい、おーよかったです。ぜひね皆様もこう簡単に本当に作れると思うので、はい、少し時間が空いた時に作ってみてはいかがでしょうか。以上スイーツトライアルのコーナーでした。山手線御朱印トライアルのコーナー、さて続いてのコーナー、山手線御朱印トライアル、今若い女性の間でもブームになっている御朱印巡り、ただ時節柄なかなか難しいということで、山手線だけで行ける御朱印巡りをご紹介していこうというコーナーです。ただ今回は番外編ということで、以前帰省した際に訪れた奈良県にある春日大社についてお話しさせていただきたいと思います。そして今回もこのコーナーでご紹介させていただく春日大社について、有本ひとみのインスタグラムをチェックいただければ嬉しいです。それでは山手線御朱印トライアル番外編をご紹介いたします。春日大社は JR 大和実線近鉄奈良線奈良駅から奈良交通バス春日大社本殿行きに乗り、春日大社本殿下車すぐのところにございます。ご祭神ですが、第1殿は竹三日月の御事様、第2殿は宇都主の御事様、第3殿は雨の小屋根の御事様、第4殿は姫神様です。そして由緒ですが、はい、春日大社は日本の国、はい、の繁栄と国民の幸せを願って神後慶雲2年768年に三笠山の中腹のこの地に社殿を造営し、市中の神々様を合わせお祭り申し上げたのが始まりと言われているそうです。すごい歴史です ね, ね。そしてですね、この春日大社の中にですね、はい、若宮十五社というものがございまして、はい、こちら、若宮十五社巡りというものがございます。若宮の周辺には人が生涯を送る間に遭遇するさまざまな難所をお守りくだする神々が十五社お静まりになっているんです。そしてホームページからご紹介させていただきますと、ご本殿にお静まりになる市中の神様のほか、霊源新たかな神様が摂社、末社と合わせて62社お祭りされております。その中でもとりわけ境内南側には若宮様がご鎮座され、その周辺は昔参詣に訪れた人々がさまざまな思いを胸に神巡りをした場所として伝えられております。この辺りは人が生涯を送る間に遭遇するさまざまな難所をお守りくださる神々が若宮様を中心にお静まりになられております。ご参詣の皆様にもぜひこの若宮十五社を巡拝していただき、人の一生をたどりながら自身の生涯の安泰を心を込めてご祈願くださいと書かれておりました。ということで今回私もですね、この若宮十五社すべて、はい、参拝してまいりました。あーすごい。でこの若宮十五社ということでですね、はい、若宮とついている通り第1番目の神社は若宮神社です、はい、ございました、はい、こちらは正しい知恵をお授けくださる神様が祀られているそうです。そしてですね、この15個の中で一番ちょっと特殊な参拝方法だなと思ったところが、はい、第14番目にあたる金龍神社というところがあるんです、はい、金龍神社。でここの参拝方法が五百度参りというものがありまして、はい、それはこう金龍神社の御殿の周りをぐるぐる回りながら、はい、こうしっかり心を念を込めて祈願する、はい
ていう参拝方法らしくって、おそらくお百度というので、はい、100回くらいは回りながら参拝するのかなと思うんですが、ま、私もなかなかちょっと時間の関係上、はい、そう100回は回ることはできなかったんですけど、はい、ま、何度かこう周りを回りながらちょっと祈願して、はい、参拝してまいりました。あということですね、はい、今回本当にこの春日大社に行ってまいりましたんですが、はい、まあ、奈良県といえばですね、鹿が有名だと思うんです私は。有名じゃないですか。いや、そうですよね、はい、なので本当にびっくりしたんですけど、こう境内にもものすごくたくさんの鹿がいてうわ本当にちょっといるんだっていうのはあったんですけど、はい、でもやっぱり可愛らしい愛嬌のある鹿がいっぱいいるなと思って、はい、本当になんかはぁ可愛いって普通にめちゃくちゃ言ってました。人懐っこいですよね。そうなの、本当に奈良の鹿っていうのは、うん、はい、めちゃめちゃ人懐っこかったです、はあ、でですね、はい、こう境内にもあと周辺のですね建物にもこう鹿をモチーフにしたものが多くあって、はい、まあ例えば、絵馬だったりお守りだったりおみくじとかはすごく鹿のモチーフにしてたんですけど、はい、一番びっくりしたのが、あの伏せ鹿手水書というね、名の通りに、はい、手水書ってあの手とか口をこう参拝する前に清めてから神社にお参りとかすると思うんですけど、はい、そこの手水書にはですね、金属製のこう伏せ鹿ですね、伏せてる鹿の銅像がドンって大きいのが置いてあって、わやっぱ鹿ってすごくこう大事にされてる存在なんだなとか思いましたし、はい、なんか神様とちょっと近い存在なのかなっていうのをそこですごく感じました、はい、あとですね、はい、あの本殿ですね、こう参拝した時に、はい、なんとですね、あの結婚式を挙げている方がいらっしゃって、いやもう早速こう縁起のいいことが起こって、本当ですね、わあもう本当その幸せをこっちに分けていただいた、すごい気分だったし、まあ、家族もね一緒にいたので、うわすごいねっていう感じです、みんなで感動してました。あ、ただのお参りではなくなった感じですね、うん、そうなの、本当にすごかった。めでたい、ありがとう本当私もなんかめでたいって思いました。そうですよね。で、はい、ですね、先ほどご紹介した若宮十五社巡りですね、はい、まあ、その中でも私は特に10番目に、はい、あの芸能の神様が祀られている宗像神社というところがありまして、はい、そこにはですね本当により一層こう強くお願いしてまいりました大切ですね、はい、またですね、はい、あの第15番目に夫婦大黒社というところがあるんですけど、はい、そちらは日本で唯一夫婦の神様が祀られておりまして、大黒様の伴侶であるすせり姫の御事といわれるね、伴侶の持ち物とされるしゃもじに願いを書くと叶えてくれると言われているそうです、うん、でそこの境内の中の壁に、はい、なんとですねしゃもじに書かれた有名人のサインがたくさんずらーって並んでて、そうでこれ私が最初に見つけたんではなく母が先に見つけたんですけど、はい、ちょっと見てみたいな感じでめっちゃ呼ばれて、はい、見たらもう本当にいっぱいサインがあって、うわすごいなと思いながら、はい、私もなんかいつかそこにサインが書けたらいいなってちょっとすごく思いました。素晴らしいですね、うん、そしてですねこのコーナーの趣旨でもあります、はい、ご朱印はごくシンプルでしたので、またインスタグラムの方でよ、はい、あのチェックしていただければなと思います、はい、ということで今回あの番外編ご紹介させていただきましたが、はい、まあ、ぜひね若菜ちゃんにもこうこの春日大社に行っていただきたいなってすごく思いました。ぜひぜひおすすめするありがとうございます実家に帰った時にはぜひはい、ぜひ行ってみてください、はい、以上山手線御朱印トライアルのコーナーでした。皆さんもうエンディングの時間になってまいりました。今回の乙女トライアルいかがだったでしょうか。この番組乙女トライアルは毎月第2第4土曜お昼2時半30分から放送ですので、ぜひ次回もお聞きいただきますようお願いいたします。ということでね、今回から林若菜ちゃんが、レギュラーパーソナリティとして参加、ね、していただいて、私もちょっと頑張っていかなくならないなってすごく思いましたし、はい、若菜ちゃんはどうでした今日。いや、あのいつもより、うん、あの緊張はあまりしなかったんですけども、やっぱりあのまだまだあの学びが必要だなというのを感じました、はい、じゃあ頑張ってこれからね、はい、この番組を
盛り上げていけるように一緒に頑張っていきましょう。はい、よろしくお願いいたします、はい、そして番組ではお聞きの皆様のご感想ご意見をぜひお送りいただければと思いますので、宛先をお伝えいたします。メールアドレス info@plus-vox.com info@plus-vox.com 乙女トライアル、おつな女にカタカナでトライアルまでお待ちしております。それでは乙女トライアル、また次回同じ時間お耳にかかりましょう。この時間乙女トライアルは若手女優有本ひとみと林若菜が担当させていただきました。最後までお聞きいただきありがとうございました。ではまた。